崎放送席、そして東京ドームのファンの皆さん、お待たせしました。ヒーローインタビューです。今日のヒーローは同点のツーランホームランを放ちました市川選手と、さよならの犠牲フライを放ちましたレアード選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まずは市川選手、2試合連続のホームラン、ナイスバッティングでした。ありがとうございます。8球粘ってのホームラン、素晴らしい粘りでしたね。そうですね、翔平がすごい粘っていて、流れを作ってくれたんで、自分もなんとか粘って次につなごうと思いました。しかも古巣ジャイアンツ時代のこの東京ドームでこの活躍、感慨深いものがあるんじゃないでしょうか。そうですね、僕はメインがジャイアンツ球場だったのであまりいい思い出はないですが、はい、今日しっかり結果出せてよかったです。そしてリードでも素晴らしかったですね。今シーズン7試合連続マスク、ご自身最長です。そうです、今が本当チャンスだと思って毎日精一杯やってます。市川選手とリードでチームは5連勝です。監督の期待にも応えてますね。そうですね、僕一人の力じゃないんで、チームのみんなが頑張って掴んだ勝利なので、はい、これからもどんどん続けていきたいと思います。はい、ありがとうございます。それではまた後ほどメッセージを聞かせていただきますので、はい、レアード選手と交代していただきまして、さよならの犠牲フライを放ちましたレアード選手です。ナイスバッティングでした。ありがとう。さあ、この延長戦、レアード選手のバットで勝利を収めました。振り返っていただけますか、あの場面。I was just looking for a ball I can get in the air and he left the fastball up and I'm just happy I could come through in that situation。まあ、とにかくフライを打とうと心がけていますし、たまたままっすぐが高めに浮いてくれたので、まあ、それを外野フライになって結果的にすごい良かったと思います。打った瞬間の手応えというのはいかがだったんでしょうか。felt good. I thought I had a chance to go over the fence, but you know, the team won and that's the most important thing. まあ、打った感触が良かったので、まあ、フェンス越えてくれるかななんて思ってたんですけど、まあ、結果的にさよなら勝ちができたのですごい嬉しいです。さあ、それにしましても後半戦のレアード選手の活躍ぶり本当に素晴らしいんですけれども、好調の要因というのはどんなところでしょうか。I'm just feeling comfortable, having good at bats and just being patient and not trying to do too much. すごいゆったりとして打席に入れているので、まあ、本当に自分のできることをしっかりできているのがこの好調につながっている原因だと思います。そして支えとなっているのはもしかしたら11月7日に挙式を迎える奥様の後押しもあるのではないでしょうか。今日も、ね、先ほどまで東京ドームいらっしゃったんですけれども、奥様も喜んでいらっしゃるんじゃないでしょうか。一言お願いします。Yeah, I guess you can say that. She's a good luck charm, but also you guys. You guys are great cheering and it just gives me confidence. Thank you.まあ、そういう婚約者の力というのもあるんですけど、まあ、それよりもファンの皆様が本当に力をくださっているので本当にいつもありがとうございます。さあ、今日はこの3連戦レジェンドシリーズということで、東京ドームのファンの皆さんもこのレジェンドユニフォームを着ての応援という形になっております。このレジェンドユニフォームを着用してから負けはありません。明日以降の意気込みとメッセージをそれぞれいただきたいと思います。まずはレアード選手お願いします。I mean the same thing. Just continue to play good baseball, and you know, good things will happen. とにかくいい試合をして、まあいい試合をしていればすごいこういうことが起きると思うので、また明日も同じようなことで続けていきたいと思います。ありがとうございます。では市川選手にも意気込みとメッセージをお願いします。明日も頑張ります。応援よろしくお願いします。今日のヒーローは市川選手とレアード選手でした。ナイスバッティングでした。